ただの白髪のジジイになっちゃったんだ今。そういうことだな。くそ、一つも思い出せない。どこかの下水道と巨大ガエルと。この方、あの森杉さんじゃないですね。今非常にそのコメント多くなった。あー、この人ね、この人の話、ね、あの人はもう一人の方かと思った。この人は違う。この人は絶対、まあね、そうですけど、この人ではないです。奴らは任務できたと話していた。これ違う違う、決まってんじゃん。違う、決まってんじゃん。、ま、もしこの声だったら逆にびっくりするわ。そんなん出せんだみたいな。家に連れ帰ることに自分と5世代前までの一族の名誉をかけて、まあ、もうぶち切れたってことですね。俺はその王子を殺したと。じゃあ王子殺しの犯人を連れ帰り、王の裁きを受けさせれば名誉を守れる。船乗らされちゃってんのか、王殺しを捕まえたぞっつって言えば国民も納得するってことですね、王子殺しを。そうですね。だからまあ実際ウィッチャー、ゲラルトが王子を殺したのは間違いないです。まあ化け物化されてたとはいえ、ね、不可抗力とはいえね、とはいえ。時はオクセンフルトの案内もする。やつらがその王子がそのカエルになったのを知ってたのかな。それが分かるんですかね。そこがですね、非常に重要なところなんですよね。こういうごたごたをさせるためにね、誰かがね、わざとね、王を一度拉致ってね、化け物化させたみたいなね、可能性もありますよ、うん、アルケミーで勢力的にね、うん、グエンツだって、エドリットやろうぜ。で、まあちょっと話を進めていきましょうか。脱走は試したか。あらゆる手を使ったがダメだった。俺のお昼間の、ね、拡張パック1にもラスボスがいるんですけど、そいつがね一番最後にですね、まあ、対決するシーンがあるんですよ、ね、選べるんですけど対決するかどうか。そこであのグエントでやるのかみたいなことで向こうが何で対決するって言ってグエントかって言ってくるんですけど、あのゲラルトはそこはね首は縦に振らない。なんで振ろうよ。グエントでまさかの、エキスパッションパック1、ラスボスはグエントで決着が終わるっていう、それまでグエントやってなかった人も絶望っていう。俺は君のやつらならとっくに殺してる。復讐を果たすのは我々じゃない、あなたは王だ。名誉にかけて、あれ船長に合わせろとはどういうのだ。バルス、アルゲ、ウル、エグラス、何エルクロン。お、あれ、あれ、バルス、さあ覚えてますか。バルス、わかんねえよ。早く早く早く、イギリス、アルケ、エグラス、エグラス、エルクロン、インカルアブルイケルオルグラブアウビター。あれあれ、まさかの彼は何と言った。何とは言わないけど、2週間後死刑らしい。クソ、聞いたことあるからですよな。あの連中と話しても無駄だ。怒ったぼやきしか帰ってこない。しかも膨れつだで、気づいたか、魚みたいだ。ほら何と言ったか。共通言語を話す者はいないのか。ある傭兵がいる。エイダーン人みたいだな。下水道への案内役に俺を雇って。ゲラルトのその言葉は通じてたんですか。あのさっきのやつは3択で、その前にこの人がちゃんと正解言ってるんですけど、今の正解です。うん、はい、その他の外した時がねめっちゃ面白いんで、そのゲラルトが適当に言ったことがちゃんと向こうの言語に意味をなしててですね、それがどういう意味だったかをちゃんと解説してくれるんで、そこはあのぜひわざと外していただいても。ああ、なるほど。この船まなんとかここから脱出しないといけないと。誰かを見つけないと。やあゲラルト、俺を覚えてるか。出ました。あ、はい、覚えてますかね。望月エイ。声だいぶ声変わりされましたね。出ました。これまず覚えてますかね。ああ、まずあの選べるんですけど、あ、ね、俺が言うまで江戸さんは覚えてなかった。あ、本当ですか。あ、じゃあもう、うん、その言われたから、あ、はいはいはい、一応思い出しましたけど。なるほど。じゃあまあ、うん、あそれまでは覚えてなかった。覚えてる。ホワイトウォーチャーと出会った。お前はゴウンター王子、鏡の達人とも呼ばれる。イエネファーのものすごくあの序盤で情報提供してくれるんですけど、やどやね、やどやね、チュートリアルマップの方でですね、まだベセミルと一緒にいた頃。そうそうそう。ああ、はいはいはい、イエネファーを追ってた時ですね。こいつに話すとストーリーが進むんですよ。こいつね、そんな序盤で、まあ、ただの情報提供者なんですけど、ちゃんとユニークな名前がついててですね、うん、しかも話し終わった後ね、いつの間にかね消えてる。そうなんです。あれ、いない、うん。おお、まあ、謎なキャラクターだったんですけども、ここで再登場するという形ですね。うん、まずそう。お前の状況と同じ。大丈夫、これ食べても全部ピエロに同じです。全く問題ないですよ。そうだよね、うん、何食っても何食ってもピエロギの味、うん、どう
うだ、何食ってもピエロギの味がするっていう選択肢を俺は与えられたらどう選ぶのかな。うんって言うのかな。セイキマスとかだったらありだよね、うん、ああそうですね、そう草とかしか、ね、そう食えないけどっていう、あれ栄養はあるけどすっごい苦いやつ、体力回復もね2倍になりますから、それが交換条件ってわけが、で今の時代ではちょっときついと思う。俺はか一緒ですからね、一緒だもんね、うん、何食べても全部同じ味なんだもんね。そうか、俺ありだと思うんだよな、ちょっとが終わったらどうせどっちみち6年も食べてないし、なんかしたら失敗するし、真夜中に待ち合わせをしよう。あと渡しておくものが、うん、俺を思い出せるように。いや、おい、あの、おい、あたたたたたたた、今のは何だ。我々の協力関係を示す印だ。なんかついた、頭の横、こめかみにですね、焼き印みたいなね。本当どうでもいい話なんですけど、誰と喋ってる、あの印ってこう印って書くじゃないですか、はい、で、ウィッチャーの世界に印ってあるじゃないですか、はい、あの魔法の、はい、で結構ねあれ両方とも漢字で書くと、うん、あの収録の時すごい困るし、これ印なんですか、これ印なんですか、だからね印は全部ひらがなにして印、はいはい、はね、印にするっていうやつでやるんで、おーい、沈没する。あ、これは助けてほしいと、はい、まあ、取引しようと言ったらですね、こう謎の嵐が襲ってきたわけですね。やつは謎の嵐を起こせるのかもしれないね。かもしれないですね。私は偶然かもしれない。オフィルに無事届けろ。王が報酬をたくさんくれるだろう。これはあのムービー PV で出てきたシーンですけど。それが私の使命、名誉。あいつの首を王に届けるだけではダメだ。もう一人と同じように。もう一人と。ああ、ここね。見ました。一応オフィルに着いたっていうことなのかな、これは。着く前に沈没しちゃったのかな。着く前に沈没しちゃったんですね。だからあのマップが出れないです。なるほどね。あいつだ。さっきまで隣にいたやつ。残念ながら。ダメだったんだ。そっか、こっちは主犯の方だから、そうそう、こいつは生かして返さない、生かして返さない、生き地獄をですね、はいはい、味合わせてやらなきゃいけない。なるほどね。毒蛇がいっぱいいる壺の中に入れないと。そうか、孤独を、おっと、で、こう、脱走じゃないですけどね、かっこよく。だ、剣の形もやっぱり違うんですね。そうそうそう、カタール的な感じですもんね、三日月刀かな、うん、そんな感じの青竜刀的なね、うんうんうん、で、まあちょっとこの人たちと戦うんですけど、はい、結構重要なアドバイスとしてですね、この人たちと戦うときに絶対やった方がいいことがあります、はい、それをロードが終わったら紹介したいと、はい、全員投げ、全員投げ、それモノマネ、モノマネラグナロク投げる。でもハードル上がっちゃったんで大変申し訳ないんですけど、ラカダメージ、まずですね、あ、出た、ラカダメージ、あ、出ましたね、そう、まずは、うん、服を着るっていうのをやった方がいいです。なるほど、真っ裸なんで、なるほど、あるんだ、いるんです、これ着れない、こう着てやらないと、はい、超縛りプレイなんですよ、この戦闘結構しんどいんですけど、はいはいはい、真っ裸だとですね、ダメージすごいんで、実は装備品は全部回収できてたんですね、できてたんです、あの、来てください、ここ下からドン、突き出ロボボンがありますよ、突き出ロボボンあったね、突き出ロボボン避けながら、何にしよう、なんだあの魔法使い、すげえ、ね、ちゃんとした魔法使い、質問の魔法使いだ、うん、あいつね、後ろのやつ、後ろのやつ、うん、お、すげえ強い、何気に本編って魔術師と戦わないんですよね、そうですね、あの味方なんですよ、味方ですね、これはね、リアルにこう風魔法みたいなのを使ってくるんで、強い、それも結構エフェクトが全部かっこよくてですね、すごい魔導士と初めて戦う、なるほど、こいつらも盾、魔導士戦うとしたらあれだな、ワイルドハントぐらいですもんね、あ、そうですね、うん、あの航海士とか、あのカラン、あ、うん、ネタバレになっちゃうわ、ぐらいぐらい普通にもう大丈夫ですよ、あの、大体その時覚えてないから、あ、確かにこいつはね、今ネタバレ気にしてるんですけど、ストーリーモードだからね、いいんですけど、覚えてめちゃめちゃ強いんですよ、まあ、人タイプにはやばい、うん、ああ、そうね、よく言われるやつが、あの、ガードされるから消防度がこいつがなんどんだけ強いかっつうとね、ヒロさん、さっきカエルには三段ぶちまければいいっつってたんですか、はい、恥じたんですか、こうやって今カーンっつって、あ、見にくかったかな、恥じた、恥じた、三段は効かないと、ちなみに言うと、これもね、あ、痛いこいつ超遠距離型強いな、弾いてくる、あらゆる投射物を発生力から持ってるんで、そしたらもうイグニを撃つしかない、
あ、しかもなんか割と防御もあんまりあの因果鍛えてないキャラクターなんで、すごい弱いんですよ。やっぱりまあ言うても人なんでね、接近してしまえば何気にも防術も食らうと半端ないダメージ食らうんでまたね、ちょっとパーキック防術じゃなくて根術って言わなきゃいけない。あ、そうなんですか。そこはなんかこう、ローカライズ直しててください。多分防術っていう単語言わないんじゃないですか。出てこなさそうですけど、あの武術の先生に言われました。へえ、武術っていうか、いや、本だからパーキックロス。バギクロス打つためには両手必要なんですけどね。バギクロスはそうだね。今片手で打ちましたよね。これ中にいますからね。大魔導士ですか。こいつ強い。終わらしてやろう。一人四つ目。あばし。妖術の可能性もある。あと一撃。ああ、いった。なんか出血かなんか持ってます。出血で。なるほど。疲労。手紙。まあ、手紙があって、まあ、実はこれを読むと、さっきの商人のところとかに、はい、の話にちょっとつながっていくんですけ ど、まあ、さっきあの分かりやすいように向こうにいてたんで、はい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 、初めから、はい、でここは、まあ、どこかっていうとですね、結構近いんですけど、近いんですか、アンノミグラドの北。変なとこ行ったな、全然違うの行ったな、まあ、どうやってそこ行ったよ。ここに泊まってたんですよね。あのやっぱり何だったって王族なんで、ちゃんとした、はいはいはい、あの方々なんで、多分ちゃんと停泊しててこう出航してですね、どこで倒れてる時に、そうそうそう、ここ運ばれたんだ。オクセンフルトで倒れて、はいはい、移送されてってですね。船でバーッと行って、だと思います。うんうん、これ推測ですけど、ただの。全然違うとこ行ったな。はい。へえ。で、今まあストーリーモードだったんですけど、うん、こういうボスバト、今のし、まあ、場面だけでも2シーンあったじゃないですか。うん、カエルと魔術師のボスバト、うん。それ以外にもですね、いっぱいあって、でそれぞれが結構本編のボスって、うん、なんだかんだ言ってただの人間とかですね、はい、あの結局またワイバーンみたいな感じで、うん、あんまりこう特色がそんなにバリエーションがなかったんですけど、当然最後の方に行くといっぱいあるんですけどね、ワイルドハントと戦う時に、うんうん、このゲーム拡張パックだとものすごくこういうユニークなボスバトルがいっぱいあってですね、うんうんうん、特に難易度が上がってくると非常に白熱するので、なるほど、そこが本編のボスバトルとの大きな違いかな、違いなんだ、思いますね。大事ですね、はい、うん、緩急がすごい出るので、はいはい、結局またワイルドハントかよみたいなね。そうそうそう、ワイルドハントの雑魚とかと戦うよりはですね、やっぱこっちの方が、うん、いろいろ場面場面で盛り上がるんで。なるほどね、はい、あれですけど、 うちのウィッチャーはワイトとかと30分ぐらい戦いますけど、ああボス、うん、雑魚ですよね、雑魚かな一応クエストのボスではあります。やばいやつらがいっぱい出てくるんで、なるほど、はい、ぜひ戦っていただければと思います。で、はい、まあ、ゲームの進行的にはここまでなんですけど、はい、あとですね、もうちょっとだけいろいろですね、この拡張パックで手に入る面白いやつ、アイテムがいっぱいあるので、ちょっとそこ、うんうんうん、レーザービームとか、レーザービーム、テラリアみたいな感じになっちゃいますけどそういうね、振ると空から隕石が落ちてくる、うん、あのトリスの魔法みたいな感じになっちゃいますね、うん、ドリルとかね、残念ながらそこまでね面白いのはないと思いますでもグエントのカードは増えてるんですよね。あ、グエントのカード増えてます。それも後でちょっと目指しますけど、ですか、オフィル派みたいなデッキとかするんですけど、あー、なるほど、5つ目のね、そう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 、あの流派じゃないですか、なんだっけ、なんて言うんですか、デッキのデッキの種類みたいな、ヘビ流派の剣の強い、あ、それはねあります。え、あのヘビ出んの、ヘビ流派の防具とかも増えるんで、あと確かヘビ流派上質が出るってこと、ね、2周目で強いのが出るのは覚えてるんですけど、はい、1周目上質だったかな、どうだったかちょっと微妙な感じでございます。それは俺にとっては両方なんですか、まあ、少なくとも防具はあります。防具はある、今では、まあ、あまり本編進んでないと分からない、はい。